はい、皆さんこんにちは、アニアです。今日は通り部の新体験店の通販マイキーマートから通販が届いたので、そちらをね開封していきます。これ綺麗に取れたらさ、保存しとこうと思ったけど無理だね。通り部店にさ、このマイキーのテープ売ってたらめっちゃ欲しかったな。よいしょ。商品数はそんな多くないと思うんだけど、そう、コロネ通販は通販が終わる最終日にしたんだよねそれでやっと届きましたね。はい、まず1点目、じゃーんペヤング焼きそば。いや、これはさ、そのバジさん推しとかチフヨ推しじゃなくても欲しくなるでしょ、このパッケージだったらさ。ねー、かわいいよね。チフユーペヤング好きっていいね。はい、チフユくんで、こっちバジさん。そう、これは通販じゃなくても買える商品だと思うから、行った時もね、何個か買って帰りたいなって感じですね。そう、通販だったらダースで買えるんだよね、確か。箱買いができるってことだけど、まあ、最推しだったら箱買いしたけど、最推しだったら箱買いしたんだけどね。まあ、私にとってはこれで十分でしょうってことですね。はい。おー、ほら、めちゃいい、めちゃいい。いや、このパッケージでさ、もう永久保存したくない？これなんか綺麗に剥がして、なんか紙に貼って保存しよっかな。あ、この、中もさ、あるわ。これ最強にいいよね。東満って書いてある割り箸。これ、使えない。使えたとしてもこの中の割り箸だけ。この紙、永遠に取っておける。で、中ね。めっちゃいいじゃん。これもうさ、グッズ入れる箱にもできるしさ、最強じゃん。はぁ、いいね。で、これは私の、もう買い物に行く日がない時、食材が家から底をついた時に食べるようですね。はい。ペヤング焼きそば。あ、そうだ。手が荒れてるんだった。これ、手袋します。そう、なんか乾燥かわかんないけど、アルコールかな。なんかちょっと手荒れちゃってさ、皮もかむけるんだよ。だから、手袋して。はい。で、次ね。せーの。じゃーん。かわいいよね。トラベルステッカー。これの SS モーターズ。そう。私の最推しが、イヌピーなんでね。ここ、買いましたよ。しんいちろうくんとイヌピーね。え、なんかついてる。なんかついてない？イヌピーの。ところ。袋の中に入ってますね。ちょっと。ちょっと。取れるよね。あー、ほら、やっぱ袋の中にあるゴミでした。あ、よかった。スモーターズ。で、ゴミを取る。で、戻す。あ、オッケー。ゴミなしヌピ。よし。めっちゃいい。そう、これ欲しかったんだよね。で、次が、せーの、はーい。ハイタニ兄弟のステッカー。このハイタニ兄弟さ、この垂れ目がめちゃめちゃいいんだよね。はい。このさ、兄弟も好きなんだよね。私はどっちかというとリンドウくんの方が好きです。はい。で、次、はーい。ステッカーラストが、このシバファミリー&ミズヤです。めっちゃ好きなんだけど。そう、通り部にハマったのがアニメの聖夜決戦編なのでね。ほら、イヌピーとここも出てくるし。もうね、ここが、めっちゃ好きって感じ。そう。よし、あ、タイジュくんがギリ映るようにしたい。よし、これで。で、ラストの商品ね。それが、はーい。パシャコレだよね。これが欲しかった。でも私の買った時、その通販の最後の日に見た時には、もうね、ボックスがなかったんですよ。だから、全30種で1パック5枚入りなので、じゃあ6パック買ったら全30種ってことになるんじゃないと思って。まあ、被るとは思ってんだけど、とりあえず6パックだけね、買いました。だから開けていきます。ハサミどこ？ちょっと今すっごい部屋散らかってんだよ。探してくる。あった、ハサミ。よいしょ。まあ、やっぱね、イヌピー単体のやつがめっちゃ一番欲しいかな、私は。よいしょ。はい、上を切って、こっちも切る。そう、でも通り部店さ、結構2ヶ月くらい開催、3ヶ月かな、結構開催するから。じゃあ前半と後期で、なんかね、一部ちょっと展示が変わるみたいなの聞いて、じゃあそれぞれ1回ずつ行くとしても、でも2ヶ月、3ヶ月やってるなら、そんな頑張ってさ、そういう初日とかに行かなくてもいいかなと思って、結構落ち着いた頃に行こうかなって思ってます。その方がさ、空いてるかもしんないじゃんね。はい、まず1パック目、せーの。あ、かわいい。センジュちゃん、かわいい。私、女の子でさ、一番センジュちゃん好きなんだけど、チョコミント、また一緒に食べたいな。かわいい、かわいいよ。はい、これが、あ、そう、5枚だからね、結構あるよね。はい、次。え、かわいい。こんなこと言われたらどうする？お前が大好きだからって、マイキー。
てかめっちゃさ、金箔めっちゃいいね、箱押してからさ、全部がプレミアムだよね。まあ確かに名前がさ、パシュコレ、パシュコレプレミアムだもんね。ありがとう。はい、次、せーの。あ、ちふゆー待ってたぜ、相棒。そう、ちふゆ、お姉ちゃんがちふゆ、お姉ちゃん二人いるんだけど、一人が、確かちふゆ最推しだった気がする。いるか聞いてみます。はい、次、せーの。あ、やったリンド、そう、ハイタリーリンド欲しかったんだよ。いや、このビジュアルがさ、かなり好きなんだよね。あ、やったやったやった。そう、このカラーのやつ、あと、目当てとしては、あと、新一郎くんが欲しいですね。次、せーの。あ、タイジュくん、そう、お父さんのさ、最推しっていうのかわかんないけど、お父さんも通り部全部読んでて、お父さんが、なんか、誰好きなみたいなお姉ちゃん聞いたらしいよ。そしたらまさかのタイジュでしたね。はい、タイジュくん、柴タイジュ。はいはいはい。お、面白い面白い。いいね。はい、次。せーの。あ、つら。ね、つらいよー。つらいよー。ドラケン。え、なんかこれ、ドラケン推しでさ、パシャコレを何パックも買う人で、これをめっちゃ集めるの辛くないですか？うーってくる。はい、次。せーの。あ、いいじゃんいいじゃん。ハンマハンマ。いいねー。そう、最近さ、なんか最初見たとき、ハンマって、めちゃめちゃ狂ってるじゃんと思ったんだけど、いや、このね、この時とかね、見たらね、うんっていろいろ思うことがありますよね。はい、次、せーの。あ、タケミッチー。あ、いいね、主人公タケミッチ。いや、髪を下ろしてるの、かわいい、好き。はい、次ね、手袋、やりにくい。せーの。一緒に地獄に落ちようぜだ。やっぱさ、あの、コンビとしては、あの、イヌピーとココが一番好きだから、あ、嬉しいよー。あ、じゃあ、これ出たんだったら、私は、あかねさんも欲しいですね。はい。もちろん。もちろん。てか、タケミッチの後ろにある、パシャコレがさ、全然、なんか滑れないから出てこない。あ、よし、来た。せーの。あ、タケミッチ、タケミッチだ。降りてこいよ、佐野万次郎。いいね。いや、ちょっとさ、通り部一番最初の、なんか、お姉ちゃんが先に読んでて、で、私さ、殴り合いが、ちょっと苦手なんだよね。あの、漫画とかの。だって、痛いじゃん。読んでて、バキグーみたいな、血が。思いっきり腹パンされたりさ、顔ぶん殴られたりして、めっちゃ痛いじゃん。だから、そう、殴り合いがちょっと苦手なんだよね。あの、スラムダンクでさえ、ちょっと、あ、痛いってなってから、そう、ガチの不良漫画、もう怖いに決まってんじゃんと思って、読むのやめてたんだけど、読んだらめちゃめちゃ面白かったです。はい、次、せーの。あ、ミーツやー、そう、タカちゃん、一番かっこいい、通り弁の中で。本当にそう思う。タカちゃん、そう、前回の通り弁でタカちゃんのアクスなかったんだよね。だから、今回、買うか、すごい迷ってる。でも、アクスタ欲しい人いっぱいいるからさ、ちょっとどうしようって思ってるね。はい、次、せーの。あ、ここやばい、もう、天竺編終わったけど、もう、すでにもう次見たいもんね。はい、次、せーの。あ、ちふゆっちー。はい、ちふゆ。ちふゆなんかさ、猫顔だね。かわいい。かわいい。ね、顔怪我してんのになんでイケメンなんて感じで。はい、次、せーの。あ、サンズだ、サンズ。びっくりするよね。どんだけ美形なんて。てか、下まつげバッサバサ。だってほら見て。ちふゆにさ、目に毛がないのに、バッサバサまつげ。お美しいって感じ。このストレート欲しいな。はい、次、せーの。あ、タイジュくん。初の被りがタイジュくんかな？そうだね。体重2。ボスが2枚。はい、次、せーの。あ、ダブってる。ダブリが2枚続いてる。まあ、でも可愛いね。センジちゃんね。はい、次。はい、せーの。あー、オッケーオッケー。よいしょ。あの日何があったか、てめえは何も分かってねえ。はい。私は何も分かってないらしいです。大変よね。竹道、そう思ったらめちゃめちゃすごいね。はい、次、せーの。あ、ドラケンだ。オッケー、ドラケンね。え、ドラケンのカラーめっちゃ可愛いんだけど。ドラケン男前。もうエマちゃんとね、幸せになって。はい、次、せーの。あ、可愛いよー。これは可愛いに決まってんじゃん。え、もう最高なんだけど。私逆に通り部を読むときに一番最後の話、なんか通り部怖いからずっと家に漫画はあるけど読んでなかったんですよ。で、なんか全部完結してコミック出たんだったっけ？あれ？でもマガジンをお姉ちゃんが買ってきたんだったっけ？まあわかんないけど最終話を読んだのよ私。もう途中さ、ちょっとなんとなくの知識しかないけど。最終話読んで、不良漫画でタイムスリップして恋人助けるみたいな内容は知ってたから、プラスキャラはそれなんかちょこちょこ知ってたのもあって、最終回読んで、なんか最終回がバッドエンドじゃなかったら読むかと思ってやったら、あの、超幸せハッピーだったので、よし、1から読むかってなって、あの手出しましたね、はい。はい、次、せーの。あ、オッケー、マイキーと。
あ、これが最後の1枚か。オッケーオッケー。あと2パック。ちょっと待って、一番欲しいさ、NP 単体がまだ来てない。はい、せーの。あ、いいねいいねいいね。予言してやるよ。お前ら5分後に死ぬ。どうしよう、5分後に死んだら困るんだけど。開封してさ、やったーって思って絶頂で死ぬってこと？あ、でも幸せな時にさ、一瞬で殺してくれるならいいけど、痛みとかちょっとあったら私は嫌です。反発してる。はい、次。せーの。あ、3枚目を取っちゃった。あ、でもやった、新一郎くんだ。新一郎くんだよ、犬ピー。かわいいよね。あ、天竺編のさ、あの、新一郎くんの過去の映像で、あの、ちっちゃい犬ピーいたじゃん。もうかわいいってなったよね。はい。はいはいはい。真ん中は？あ、オッケーオッケーオッケー。関東ですね。オッケー。強くないこの文字。関東万字ギャング。どうあがいても勝てねえもん。もうなんなら私この横断歩道のさ、白線になって横倒れてる。その上踏んでてくよ、多分この人たち。オッケーオッケー。1、2、3。で、次が、せーの。あ、チーフユー。これもね、出ましたね。はい。あ、うん？誰だ？せーの。あ、リンドウくん、兄貴は？リンドウくん好きって言ったから俺が行くっつってめっちゃ来てくれてる。2枚目。はい。え、ラスト。お願い、NP の単体が欲しいんです。はい、せーの。あ、オッケーオッケー、いいざな。褐色に白髪、完璧。褐色さ、結構好きなんだよね、私。はい、次、せーの。あ、しんいちろうくんね。立派に育ててみせる。すげーよ。そんなこと言えねえよ。次、せーの。あ、バジさん、あ、バジさん来てなかったね。ちょっと待って。これでさ、もう黒がないから、あ、ラン、ハイタにラン。来なかったね。まあ、いいか。はい、バジさんね。次、この残り2枚にイヌピーはいるのか。はい、せーの。あ、カクちゃん。いや、悪くねえ人生だってさ、言えるのがかっこいいよね。私も言ってみたいよ。ちょっと待って、ラスト横向き。あ、東京って見えてる。イヌピーないじゃん。ちゃんといないじゃん。一緒に地獄に落ちるのはいたけど。ま、はい、ラスト、せーの。じゃーん。あ、でもいる。ちゃんといは出なかったけど、でも、いるよ、NP。なんか、常にさ、誰かと一緒に来てる NP。はい、ラストはこちらですね。東京マンジギャングです。え、強いね。え、なんか、このメンツで、関ジャニエイトさんの、キングオブ男を歌ってほしい。いや、めっちゃいいところがあるんだよね。愛する女のためだけ、すべてを敵にしても守るってとこも、竹道歌ってほしいじゃん。で、愛する野郎どもの夢、涙なる涙の貴様もの、突っ張ってってとこもね。もう誰でも歌えるよ。オッケーオッケー。会場でも売ってんのかな？売ってるかわかんない。最初これって売ってましたかね？東京行った人。はい、ってことで。こんな感じ。一緒に地獄に落ちようぜ。まあ、これが出てよかったかな。シーコであったらさ、イヌピー手に入れちゃうかもしんないわ。はい、って感じで、購入品でした。次はいつかわかんないけど、現地で行った購入品紹介がいつか来ると思います。それでは、またね。